南口山と八木駅は奈良県柏原市内前町5丁目にある近畿日本鉄道の駅、駅長配置駅である。駅番号は大阪線が D39、柏原線が B39、柏原市の玄関口としての機能を有している。大阪線ホーム、柏原線ホームをオーバークロスする大阪線ホームあたり駅構内にて大阪線が柏原線を オーバークロスする構造になっており、1階に改札、コンコース及び、柏線ホームが、2階に、大阪線ホームがある。改札口は1カ所のみ。近鉄の駅で他社の鉄道が乗り入れない駅では、唯一の立体交差駅である。大阪線乗り場は2面4線の島式ホームで、有効庁は10両、対避可能な構造となっている。柏原船乗り場は2面2線の相対式ホームで、 有効長は6両。5番乗り場は改札から水平移動が可能である。エスカレーター、エレベーター設置。駅構内に、柏原先進の口駅と山和八木駅、大阪線ホーム間を連絡するさらの口連絡線がある。この連絡線は、京井特急や観光特急、島風の京都駅発着列車、近鉄名古屋駅天理駅、 大和最大寺駅間の臨時特急、高安研修センター、または、ご移動研修車庫にいる出場するための改装列車が、使用している。また、同線には、保線基地なども存在する。隣の駅である、八木西口駅は、当初そちらが、八木駅とされていた名残で、独立した駅ではなく、大和八木駅構内の別ホーム、別出口の扱いである。このため、山と八木駅を含む、 定期券であれば、ヤギ西口駅でも乗降が可能であり、営業キロもヤマトヤギ駅と同じキロほどで計算される。なお、ヤマトヤギ駅とヤギ西口駅の倉庫間のみ、乗車の場合は、たとえ、校内扱いであっても、入場券では列車内に立ち入ることはできないため、同券と同額となる、初乗り運賃の乗車券を用いることになっている。また、ヤギ西口駅には、 特急は停車しない。改札口そばには近畿日本ツーリストと成城石井の店舗がある。同駅構内の各店舗は近鉄リテイリングなどの運営による。北口南口北口バス乗り場南口バス乗り場バス。庭園は駅北口南口に分かれる。全路線とも奈良交通により運行されている。この他当期の休日に無表バス数様た参考の運行がある。 ありがとうございます。